新潟市中央区にある三社神社の境内を進むと、ありました。あれですね。本当に数えきれないほど大量のカエルが並んでいます。棚にはカエルの大群が。6段棚があるんですけど、棚の板が見えないぐらいにびっしり敷き詰められています。こちらをじっと見つめていて、今にもゲロゲロと泣き出しそうな謎の光景です。なんかカエルがいっぱいいるなって思いましたけど写真撮りたい感じですよ。早速神社の宮司に話を聞いてみると、カエルさんのお腹の中におみくじがあるんですよ。カエルの正体はなんとおみくじ。カエルの中におみくじが入っていて、多くの参拝者が人形を奉納していくうちにこれほどの数になったといいます。めちゃくちゃ可愛い。何吉が出たんですか？大吉。嬉しい気持ちになりました。お正月には500個限定で金のカエルみくじが頒布されましたが、元日には全て売り切れる人気ぶりでした。こうしてあまりに数が増えたため、支えを入れたんですよね。これだけ乗ってきますと、この板じゃ厚みが足りなくなってこう下がってくるんですよね。さらに境内を見渡すと、カエルの絵馬や大きなご神像の姿も。三社神社がカエルを崇めるようになったのは、大洪水に襲われた江戸時代に遡ります。水の中で泥の中で元気に生きているカエルに励まされまして、村の人たちがもう一度、我々は人間でなくてカエルになって水と和紙水と戦ってですね、村を再建しようと。1807年三社神社のある旧龍作場は長雨によって信濃川が氾濫し、田畑が水浸しになったといいます。その記録は柴田藩の古文書にも残っていて、3万石以上の田畑が犠牲になったと記されていました。江戸時代の地図を見ますと、当時の信濃川は川幅が広く、こうして砂が堆積していくつかの島ができていたんです。三社神社はその島の上のこの辺りにあったということなんです。そのため水害そのものも起きやすい環境だったと思います。土地がですね、水がかぶってしまって、作物なんかが育たないような状態が結構長く続いたんだと思います。こうした厳しい状況だからこそ、村人たちは青ガエルのたくましさに惹かれたのかもしれません。乗り越えて良きことに変えるという、その青ガエルの元気さに、自分たちを、重ね合わせて頑張られた、その気持ちをですね、後世に伝えたいと。三社神社の境内には6匹のカエルのご神像が隠れていて、すべて見つけると幸せを迎えると言われています。参拝者の中には能登半島地震からの復興を願う人もいるようです。カエルさんにお願いしてですね、被害の及ばれたところを皆さん一日も早く良きことに変えていかれてですね、幸せを迎えていただきたいと思っております。村人を災害から立ち直らせたカエルの姿は、200年の時を経た今でも人々の心の拠り所となっています。